町田ゼルビアさん、広島に敗れ J1 初黒星。J1 リーグの第6節でサンフレッチェ広島と FC 町田ゼルビアが対戦。ここまで無敗同士の上位対決は、サンフレッチェ広島が2対1で勝利した。町田は広島の介護官じゃね？ってのはぼちぼち言われてたことだけど、まさか枠内シュートレイの完敗とはな。今までの強い町田が一変、何もさせてもらえなかったな。それだけ今季のサンフレッチェ広島が強いってことか。町田は今日の試合で進化がわかると思ってたけど、内容的には今日は完敗だと思う。オウンゴールでの得点はあったけど、チャンスの数と質、シュート数で言えば大きな差があった。町田には相性最悪の相手だよな。広島は今季優勝筆頭と個人的に予想してるし、町田のプレスをかいくぐれるだけの実力はあるし仕方ない。今日は敗れたとはいえ、町田のロングスローは脅威だったな。黒田監督敗戦おめでとう。早く負けたいって言ってたけど、望みが叶ってよかったね。まあ、町田に土をつけるとしたらコウマだと思ってた。そりゃ強度が高い同士なら上手い方が勝つよね。やっぱ広島が今季の優勝候補筆頭だなって感じだけど、怪我多すぎるのが不安材料ね。素直に言えば、うちもロングスローは欲しいと思った。あれはかなり強力な武器になる。もちろん他の戦術を十分に使いこなせた上での話だけど。広島レベルでようやく勝てるってことだから、町田が優勝争いチームなのには変わりない。